これがスカイライン GTR シグナルが作った車です。ドリフト仕様、もともと H ケースの、日本の全国大会でドラッグレースでも優勝したりタイムアタックもやっています。エンジンルーム、まず、通常、2600cc ですが 2800cc にチューニング。タービンは H ケース TO4R、 あとアルミラジエーター、その他いろいろ、エンジンはフルチューニングです。今のパワーがだいたい650馬力。室内すべてロールゲージ、もちろん、メーター320キロまでのフルメーター、あと H ケースの V プロコンピューターをやっています。チューニング、ミッションはホリンジャー、6速 の、 シーケンシャルです。ドアはもちろん FRP、 これも FRP フェンダーです。ボンネットはカーボンファイバー製です。ドリフトで当たった出るとこウォールに、それと、タンクはボッシュの、ポンプが3つ3基掛け、燃料タンクもちろん、レース用の燃料タンクを付けています。その他、トラクションをかけるためにウィングは GTR カーボンファイバー製です。ブレーキの方は、アルコンのブレーキつけています。以上。